皆さん、ごきげんよう。神川かおりんです。今回は、前回の続きで、買いかけという動画編集アプリのサブメニューを翻訳していきたいと思います。翻訳してみてわかったんですが、動画編集アプリのメニューは、アイコン含め、かなり似ています。なので、チャップカットなどの動画編集アプリを使用している方なら、一度理解してしまえば、中国語がわからなくても、アイコンだけでほぼ理解可能です。また日本人ならば漢字がわかりますので、ほぼ漢字から類推可能なので、中国語であっても、なんだ問題なく使いこなせると思いますね。無料で使えるいいアプリだと思います。動画の最後に、このアプリの良い点、そして問題点もわかってきましたので、公表したいと思います。それでは早速行ってみましょう。1、まず初期画面の動画リストの右下の、点々点をクリックすると、コピー、名前変更、プレビュー、削除、キャンセルとなっております。次に編集メニューに入りますが、前回、メインメニューと編集のサブメニューまでやりましたので、今回は、2、背景メニューのサブメニュー。左から、スタイル、お菓子、画面比率となります。3、オーディオのサブメニュー。左から、ボイスチェンジ、ボリューム、ノイズ削減、楽曲、書いてコレクション、音声抽出、リンクのダウンロード、効果音、音声テキスト変換、録音となっています。4、テキストのサブメニュー。左から、自動キャプション、テキストを追加、テキストテンプレートとなっています。なお、自動キャプションは、中国語のみ対応で、日本語は未対応です。スタンプと、フィルターと、調整は、省略いたします。次に編集メニュー中のサブメニューに行きましょう。5、音量のサブメニュー。左から、すべて適用、ノイズ減少となっています。6、背景削除メニュー。左から、自動、マニュアル、人物、顔、背景、空、手動をクリックして、クイック選択、なぞる、消しゴム、プレビュー、閉じるとなっています。7、ブレ防止メニュー。左から、ブレ防止、最速、標準、最適となっています。1、音声分離メニュー。左から、分離、音量、変速はそのままで、その後ろから、終了点、開始点、削除、ポイント点、ノイズ減少、フェードイン、フェードアウト、コピーとなっています。このうち、ポイント点をさらに見ると、音楽カードポイント、プレイ、ポイント追加、自動カードポイントとなっています。その後は、ノイズ削減、フィルター、調整、不透明度、画面底角、マスク、クロマキー、霧画中画、コピー、編集、入れ替え、逆再生、回転、順番については説明不要と思います。9、続いて、テキストを打ち込んだ後に出てくるサブメニューについて解説します。テキスト追加、編集、スタイル、アニメーション、トラッキング追跡、削除、テキストから音声合成、テキストテンプレート、テキストエフェクト分割、コピー、バッチスタイル変更、不透明度、反感交換、改造、フル配置となっております。このうち、テキストから音声合成は中国語のみで、日本語には対応していません。続いて、スタンプを挿入した後に出てくるサブメニューについて説明します。スタンス追加、コピー、アニメーション、トラッキング、リミックス、削除、不透明度、調整、改造、フル表示となっています。ここで気づかれた方がいるかと思いますが、分割というメニューがないんですよね。スタンプを挿入して、分割して位置を変えたいというのは必ずありますので、ここはすぐに修正してほしいですね、プンプン。なお、このトラッキングをクリックした後に出てくるサブメニューについては、リセット、追跡ターゲット、追跡範囲、追跡開始となります。最後に、右上のエクスポートボタンをクリックした時のサブメニューについては、カバーを編集する、基本パラメーター、画質の向上、保存後インテリジェントに画質を向上します。推定サイズ、エクスポート、画面を閉じないでくださいとなっております。以上で、
ほぼメニューを網羅したのではないかと思います。メニューを眺めて思ったのは、テキストの装飾、エフェクト、微景修正、背景削除、アニメーションなどについてはキャップカットよりも多彩ではないかと思うほど素晴らしいですね。特に背景削除については自動とマニュアルがあって、場所を指定して残りを削除できます。これは私が長い間といっても1ヶ月くらい探していた機能で、キャップカットよりも明らかに優秀です。また微景修正も動画で体型まで変更できるとは、オーマイゴッド、すんばらしいですね。ただ残念なのは、先ほども述べたように1、スタンプに分割のメニューがない。これは至急改善を希望します。2、基本と動画にも、PIP で挿入した動画にもフリーズ機能がない。これも極めて不便です。3、テキストに吹き出しをつける機能がない。これも不便ですね。オン、テキストから音声合成機能が日本語対応していない。5、音声からテキストへ変換する自動キャプションが日本語対応していない。6、何よりアプリが日本語対応していない。7、ボイスチェンジャー機能が貧弱。もっと使えるような高品質なボイスチェンジャー機能がないのか。できれば自然な女性の声が欲しいんですよね。8、モザイク機能がない。特にモザイクについてはトラッキング機能もつけてほしいですね。以上の8点の改善をお願いしたいですね。以上です。